周りから見てるといろんな挑戦ができる、うん、この原動力ってどこから来てるんですか。まあ、原動力はですね、もう本当に純粋にやっぱ欲望ですね。はい、人間ってみんな欲があるじゃないですか。でも悲しいことに日本はその欲を出すとそれが悪ってなるんですよ。例えばお金稼ぎたいとか、いい車乗りたいとか、うん、いいところに住みたいとか、そういうのってどうなんでしょう。皆さんの世代は分からないですよ。僕の世代は少なくとも悪だったんですよね、うん、目立つとダメだ、目立つと叩かれるみたいな風潮があったんですよ。でも僕はそこ、それはなんか違うかなと思っていて、そこは純粋にシンプルに自分の欲望を叶えたいっていうところからスタートしています。まあ、例えばお金を稼ぎたいから経営者になりましたし、うんうん、もっともっとなんかこうね、いろんなチャンスが欲しいから、まあ、インフルエンサー活動もやってるのかもしれないし、でも大体の人がね、そういう欲望を出すことにやっぱ抵抗があるんですよね、うん、それで挑戦しないんですよ、うん、それが僕はね本当に素晴らしいと思ってて、逆にみんな挑戦しないんで、うん、自分をセーブしちゃうから、うん、日本は僕は本当いつも言ってるように成功しやすいと思うんですよ、ね、うん、だってみんな挑戦しないんで、なんか潰される、そう、理由つけて何もやらないから、そう、まあ、実際に出るから打たれるんですけど、うん、まあ、打たれちゃったらもうあんま関係ないんで、はい、関係ない、あんま関係ないです。でもデルクは打たれますよ、やっぱ日本は。自分の湧いてくるその欲望に対して正直にブレーキかけないでやりきる、うん、そうなんですよ。だって皆さんもそれが原動力になってる、はい、あると思いますよ。なんかモテたいとかでも何でもいいんですよ、うん、ね、そういうのもありますからね、やっぱ僕も。